やっとこれで肩の荷を降りるんじゃないかなと思います。うちの子供たちもこの場面に遭遇できてすごく幸せだったと思います。人生の中でめったにないことなので、はい、すごいめっちゃ最高、嬉しかったです。たくさん力をもらったのでこれからも頑張ってください。